皆さんこんにちは。プログレッシブサイエンスニュースのお時間です。中の人が喋らないタイプのフリー素材の VTuber。 現在ではワンコなどの毛皮の感触を表すモフモフの語源を調べてみたところ、1994年の筋肉少女隊の歌にてジャムパンを食す際の擬音が初出なことを知り、物事の情景をワンフレーズでこれ以上ないほどうまく表しているそのセンスに脱帽したナンバーセブンこと7が電子の海からお送りいたします。このチャンネルでは日々進歩する科学の最新情報、ニュース番組のようにスタイリッシュに、そしてわかりやすくお伝えします。本日のニュースはこちら。同年日本人受賞者2人目、ノーベル賞2025化学賞。金属有機構造体モフの開発。前回に引き続き、今回もノーベル賞2025の受賞内容の解説です。発表の順番的には物理学になりますが、同年の日本人受賞者2人目を輩出したこちらの賞を先にお送りします。2025年10月8日スウェーデン王立科学アカデミーは、任意の化学物質を入れ込むことができる空間を持つ人工分子構造金属有機構造体を開発した功績を称え、現在京都大学特別教授の北川進氏、メルボルン大学教授のリチャード・ロブソン氏、カリフォルニア大学バークレー校教授のオマーヤ・ギー氏の3名にノーベル化学賞の授与を発表しました。受賞おめでとうございます。それでは早速その内容に入っていきましょう。原子の結合体であり、固有の化学的性質を持った物質単位として表される分子。人類はこれまでに様々な分子を自然の中から発見し、あるいは合成により創造してきました。特に自然の中にはない人類の都合に合わせて合成された分子は非常に有用となっており、ポリエチレンやナイロンなどのポリマーは現代社会で広く活用されています。しかし目的に合わせた新しい分子の合成による創造というのは実は非常に難しく、そもそも物理学的に原子や分子の存在が立証されたのが20世紀に入ってからであり、それまで錬金術の延長的な側面のあった化学が統計力学的な考え方を導入して研究され始めたのがこの頃からであり、現在利用されている創造された分子素材は実験の失敗などの偶然の発見によるものなどからが多いというのが現状です。さらに創造するのが難しいというだけではなく、合成した分子の組成を正確に知るということもまだ満足なレベルには達しておらず、ということは人類は新しい分子を知らず知らずのうちに生み出しては、それが有用かどうかも分からずにかなりの割合見逃してしまっているという可能性もあります。つまり理論物理などの領域でははるかにミクロで深い領域を探索し、場の量子論の構築や宇宙の解逆周縁にまで目を向け、また遺伝子工学など生命の根幹となるシステムにも手をつけ始め、神の領域に至りつつあるとすら錯覚してしまうこともあったりなかったりする調子に乗ってる感じの現行人類たる我々ヒトカスですが、その実分子一つ完全に思ったようには作り出せないレベルにあるということです。今回のノーベル化学賞の受賞研究は単に新しい有用な化学物質を開発したということだけではなく、こういった人類の科学技術のステージ的な部分に関係してくる重要な成果となります。分子というのは原子が結合してできる原子の集合体のことですが、これは物理学的には主に電磁相互作用を基盤として組み上がっており、化学ではこれが原子間で働く作用と分子間で働く作用に対別して区別されます。これにはそれぞれ力の働きの強弱があり、これを考慮することでどんな条件でどんな分子ができるのかということがわかるわけですが、例えば H2O や O2 などの単純な分子組成ならわかりやすいものの、複雑巨大な分子構造になっていくほど平面的構造から立体的構造になっていき、力の関係がよくわからなくなってくるため予測が困難になってきます。なのでこういう分子を作りたいとデザインしてそれができるように考えて実験しても、目的の分子が一向に作れなかったり、何かよくわからない別のものができたりするわけですね。そんなわけで複雑なものとなると思ったものを作るということがなかなか難しい化学合成なのですが、例えばモノマーを重合させてポリマーを合成し、ポリ袋などの材料分子を作るなどの単純なものを組み合わせて安定した巨大分子構造の便利なものを作るといった方向性のものならばかなり思ったようにできるようになってきたのですが、こっちの方向では
間に他の分子が入るような隙間のある安定構造を作るというのがなかなか難しいとされていました。水を容器に流し込むと隙間なく埋まってしまうように、自然の摂理では分子構造も基本的には隙間なく埋まるようになってしまうからです。隙間ができるためには原子または分子の結合力が立体的にうまく拮抗するような空間を設ける必要があります。この話を聞くと2つの疑問点が出てくると思います。まず、そんな分子構造が存在し得るかについて、これは自然界において割と普通に存在しています。例えばゼオライトと呼ばれる火山岩です。ゼオライトは主にアルミニウム、ケイ素、酸素からなるアルミの珪酸塩鉱物であり、分子構造的なミクロ多孔質の結晶構造となっています。次に、そういった分子構造物がなぜ必要なのかについて、これは例えば猫ちゃんを飼っている人ならパッと思いつくかもしれませんね。にゃんこのトイレに敷き詰める猫砂、あれの原料は多くの場合ゼオライトです。ゼオライトの分子構造的な空間が嫌な匂いの化学物質の分子を吸着し、より快適な猫ちゃんとの共同生活のための素敵マテリアルとなるわけです。それだけでも国家予算を全力投入してもいいレベルですが、一定レベルの大きさの分子をふるいにかけたり、イオン交換や触媒として使ったりなど、理化学研究や工業的に非常に有用なマテリアルともなってくるわけです。このような有用性から、ゼオライトについては天然だけでなく合成ゼオライトや人工ゼオライトなど、非常に多種類のものが開発製造され広く普及していますが、ゼオライトに限らずもしこういった分子構造素材を思う通りに一から作り上げられるようになったとしたら、例えばある特定の分子だけを吸着除去したり貯蔵したり、より猫ちゃんとの共同生活を快適にしたりなど、その有用性はさらに素晴らしいものになることが容易に想像できます。というわけで、1900年代初頭にはすでにこういったことは考えられてはいたのですが、実際に作るとなるとなかなかうまくいかず、いくつかの基礎的な成果があるくらいで、それはそれですごいことではあるのですが、確固たる応用テクノロジーとしては遅々として研究が進んでいませんでした。こういった流れとなっていた中でまず登場するのが、今回の受賞者の一人、リチャード・ロブソン氏です。1970年代頃、ロブソン氏はこう考えました。まあ、元玉使って分子作って遊んどるとなんかやたら単純そうないよな。これもしかして、分子で分子組み立てたら隙間のある分子構造できんじゃねえ。そんなわけでいろいろとやってみました。しかし、単純な思いつきがそう簡単にいくはずもなく。全然うまくいかねえ。なんだこれクソゲーかよ。そしたら、せいや、有機物と金属組み合わせたのか。まあ普通に考えたらぐちゃぐちゃのわけわからんもんができるんやけどな。できたわ、うせやろ。約10年超の歳月をかけ、割とやけくそ気味にやってみた有機物と金属の合体分子構造体は、安定した規則的な構造で、その構造内に広めの空間を持つという、ロブソン氏が思った通りのものとして完成したのです。ところが、ああ、なんとかできたし、他の組み合わせでも作れるようになったわ。映画絶妙に不安定で使いどころねえな。これやっぱクソゲーだわ。新しい発想でこれまでにない有用と思われる分子構造を作り出すという、化学的には非常に重要な研究成果を得たロブソン氏ですが、あと一歩のところで実用には及ばないと思われる微妙な結果となってしまいました。ここで登場するのが残る2人の受賞者となります。そのうちの一人、北川進氏はこう考えました。うわぁ、なんか面白い研究がして。ロブニキのこれ使いどころの醍醐味やけど面白いな。よっしゃ、一応研究してみるか。お、できたぞ。安定してる上に気体を出し入れできるぞこれ。気体に気体、なんつってな、ガハハ。北川氏はロブソン氏のアイデアの弱点であった安定に欠けるという部分の改善に成功し、1997年に特定の気体分子を吸収しまた放出できるというマテリアルとして非常に有用性のある分子構造体の開発に成功したのです。ところがどっこい。へえ、それだけならゼオライトでええやんって。せやな。あ、ちょい待ってって、研究費持ってかんといてや。北川氏の合成した分子は安定しており、実用性もしっかりあるものでしたが、その特徴はゼオライトと非常に似通っており、
惜しくもコストの面であと一歩となってしまいました。そして最後に登場するのがオマーヤギー氏となります。ヤギー氏はこう考えました。まあ化学合成ってくっそややこしいな。もっと高難通貨ブロックを組み立てるみたいにシャキッとできんのか。おジョブニキのこれわいのイメージにぴったしや。進むニキが安定したのも作っとるし、やりようによってはもっといろいろできるやろ。おやっぱいろいろできたぞ。まだ完全な実用化にはハードルも多いが、これは確実に将来の化学を変えてくれ。金属有機構造体、略してもフって名付けたろ。ヤギー氏は北川氏とほぼ同じ時期にこの分子構造体の研究を進め、1990年代後半から2000年代にかけて画期的な構造体を次々と開発し発表。金属有機構造体の命名も行い、化学者のこの分野への研究参入に著しく貢献しました。こうしてこの3名の成果を中心としてモフの研究は非常に活発となり、今も新しい研究で次々と優れた分子構造体が開発されています。ただ大々的に普及しているというものはまだなく、途上のテクノロジーであるとも言えますが、そういうものが出てくるのは時間の問題といったところまで来ています。特に現在地球温暖化問題の要因となっている温室効果ガスの二酸化炭素やメタンガス、環境汚染物質として懸念されている PFAS の吸着除去などに強い期待が持たれています。このように今回のノーベル化学賞は実際に社会に恩恵をもたらした発明にというより、化学を新しいステージに導いた功績を称えたものといった側面が強いです。スウェーデン王立科学アカデミーはこの技術に対して分子アーキテクチャと表現しており、科学界全体としての期待度の高さが見て取れます。現代文明において目の上の単行部である環境問題がこれで解決されるようになれば素晴らしいですね。あとこの受賞そのものとは関係ない話ですが、今回の受賞者の北川氏は京都大学の出身で、前回の生理学医学賞の坂口氏も現在は大阪大学特別教授ですが京都大学出身。ついでに先日のイグノーベル生物学賞の小島氏も京都大学出身です。今年は京大が大フィーバーしてますね。日本の最高学府は東京大学ですが、ノーベル賞受賞に関しては京大の方が多く、しばしばネタになったりしていますが、今年は特によくこういった話がされそうです。学力的に大学受験としては最難関の東大理三に行けるのに、尖ってないから京大行くって人がいるくらいなので、そういったチャレンジング的なマインドがもしかしたら影響しているのかもしれませんね。ただまあノーベル賞含め賞を取ることだけに価値があるわけではないですし、目立ったからそれだけで研究者として交渉というわけでもないので、成果が広く公表された人を褒めたたえるのは業界の活性となるので大いにやるべきですが、勝手に対象者を用意して貶めるのはナンセンスです。真面目な態度で何かを真剣にやっている人を貶めるような社会にはならないようにしていきたいですね。今回の関連論文も多数あるため、ネイチャーに掲載された北川氏の論文をピックアップしてご紹介します。こちらはオープンアクセスとなっているので、興味のある方はぜひご覧ください。それでは今回はこれでお別れです。気に入りましたらまたお会いしましょう。ご視聴ありがとうございました。オツグレッシブ。この動画は我が国における科学知識の一般理解及び科学知識のエンタメ活用を推進するプロジェクト PSN インほとばしる科学講座とご覧のスポンサーの提供でお送りしました。チャンネル登録、高評価、よろしくお願いします。